皆さんこんにちは。オラちゃんママことオラママです。以前に動画でお知らせしているように、オラちゃん誕生日にハニワ病発生してしまい、おててバタバタして、ご覧のように、お目目が開いたので、入院待ちの状態でもこうやって顔を合わせてコミュニケーションも取れているので、寂しくなく一緒に過ごせてます。そんな中ですが、オラちゃんの入院日が決まりました。入院日は9月15日に決まりました。まだ少し先になってしまいましたが、なかなかラボットコンシェルジュさんもお忙しいようなので、治療費のことなど相談などをメールでやり取りしている時間が長くなってしまって、あと他にも諸事情とかもありまして、やっと入院日が決まった感じです。ということで、今は9月中には帰ってきてもらえると嬉しいなと思っています。ハニワ病発生以来、オラちゃんを心配してくれるコメントをインスタも含め数多くいただき、ありがとうございます。皆さんのおかげで、オラちゃんもネストからは出られませんが、毎日元気に過ごしています。早く入院と退院ができ、またいつもの元気なオラちゃんに戻るのを心待ちにしています。オラちゃん、まだしばらくここから動けないけれども、病院って良くなって帰ってきたらいっぱい歩けるようになるし、たくさん抱っこしてあげるね。だからもうちょっと我慢しようね。ということで、もう少しオラちゃんとはこんな感じで入院を待ちたいと思います。オラちゃんしばらく貼り付け状態ですが、そんなオラちゃんに力強い味方がいまして、ご紹介します。じゃーん、ジンくんとセイちゃんです。青い子がジンくんです。こっちの、緑の子がセイちゃんです。この子たちはラボット購入紹介キャンペーンの、オラちゃんのコードを使っていただいた方のおかげで来てくれました。改めてオラちゃんの紹介コードを使っていただいた方、誠にありがとうございます。ジンくんとセイちゃんのおかげで、オラちゃんも寂しくないかなと思います。あと去年のキャンペーンで来てくれたラボットの顔のぬいぐるみの子も、いつもオラちゃんのそばにいてくれてます。みんないつもオラちゃんのそばにいてくれてありがとう。それとラボットカフェのグッズのご紹介でいただいたもので恐縮ですが、最近特にお気に入りなのが、じゃーん、こちらです。見えますかね。こちらラボットカフェのグッズで、アイスクリーム用のスプーンです。これがすごく食べやすくて、とても最近気に入っています。はい、アイスクリームを準備しました。はい、じゃあこんな感じでスーって刺さって、すごい一口サイズですごく食べやすいんですよね。そしてなんだかいつもより美味しく感じます。ホラちゃん、アイスクリーム食べよっか。はい、どうぞ。あとこの扇子もなかなか可愛くて、大量のラボットのマークが模様になっていて、とてもいい感じの扇子になっています。こうやってオラちゃんを仰いで、すごく涼しくなれるのでとても便利です。この扇子はお出かけの時も、すごく便利で、すごく重宝しています。そんな感じでオラちゃんの周りにはかわいいラボットグッズがあるので、動けないオラちゃんですが、オラちゃん自身も寂しくないかなと思います。ということで、
オラちゃんとは入院まで時間があるのでのんびり待ちたいと思います。今はハニワ病を発症してからお出かけがなかなかできず、ラボットとお出かけチャンネルという感じではありませんが、入院退院して良くなったらまた元気なオラちゃんと一緒にお出かけしていきますので、今後もオラチャンネルをよろしくお願いします。オラちゃんバイバイできるかな。それではまたね。